だよ、お金。はい、うん、ってことはデニムブリーキがある。もしかしたら覚えてくれてるかもしれないですけど、小鳥、はい、小生、はい、海、記憶、はい、はい、お願いします。お願いします。レジットメンバーとはどういう関係なんでしょう？レジットはエナが僕が大阪でダンスを教えてた時に生徒で、でその D リーグが発足されて発表になった時にレジットにエナがいて僕がびっくりしたっていう。でフィッシュさんも昔福岡かどっかかでお会いした時に仲良くなったというか連絡先も交換してて、振り確認をしたわけですけど、はい、どんな感じですか？むずいです。あ、そうですか。普段やっぱオールドスクールってまあ、ステージ上で踊ることあんまりないんで、こうガチガチのポッピンとかロッキンは久々にやるんで、まあでも楽しみです。えなちゃん生徒だったんだね。そうです。お兄ちゃんみたいな感じですか？自分で踊るときって緊張するんですか？これに関しては緊張はしなくてめちゃくちゃ楽しい。昨日もね、帰った後にちょっとだけ練習させてもらって、めっちゃ楽しい。やっぱ踊るのって楽しいなと思って。フィッシュボーイとなんか福岡の現場がなんかで会ってからなんか仲良くなったって話。そう、福岡で僕が営業で行った時に見に来てくれたんですよね。もうその当時ね、もうジェネレーションズめちゃくちゃ有名だったんで、そんな子たちがなんか一緒に踊ってくれるっていうのはなんかねすごい嬉しかった覚えありますね。もう楽しいんですか？楽しいもん、なんか Vlog 撮ってます。朝一番練習来てください。ぜひ。はい、で、はい、そんなよ。僕らみたいにそれはエアコンでそれらが立ち、はい、えっ、みんな立ち、やばい。1,2,3,4,5,6,7,8,9 パーフェクトだ。パーフェクト、パーフェクト。ヒューマン、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 真横真横だし。いつか見てたエリートもまた見たい。こうつくくわ、作者としてどうですか？いい感じじゃないでしょうか。いやいや、へこむわ。
前見ないと危ないよ。わあ。かっけてきた方がいいかな。あ、そしたら多分これ多分普通にいつも通りでいい。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんどうでしたか。楽しかったっすね。やっぱ、うん、ダンス好きっす。最高です。めっちゃ楽しかったですね。楽しかったっすね。いやなんか本当になんか前日にね、LINE 来て練習してきましたんで、やりますって言ってくれて、なんか完璧です。すごい意欲が全然全然本当嬉しくて。ね、なんかエナもね、昔からの縁でね。そうです、もうここで再会できて、めちゃくちゃ嬉しいです。ゆうたくんの一発目のレッスンの生徒みたいです。ゆうたさんのインストラクター初のレッスンの生徒、はい、デビュー戦にいたんですよね。デビュー戦です。その時いくつ。めっちゃちっちゃかった。8歳とか。その時のゆうたさんは、いや、めちゃめちゃかっこよくて、そのスタジオのもうスターみたいな。いやいやいや、どうでした今日一緒に踊って。めちゃくちゃ嬉しくて、なんか感動しました。いや、僕は嬉しかったです。まさかエナとこんな形で踊ることになると。いや嬉しいな。嬉しいです。はい、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。